私のビデオを見てくれてありがとう。この動画が気に入ったら、気に入って共有してください。チャンネル登録して、もっと動画を視聴することを忘れないでください。今週、泣くだけか？率直に感想だけ言い残すならそんなキングダム629話だったような気がします。いやほら者？神様、作者？俺たち読者は3週間も待ったんだから、もっとこう何かあるじゃん。あと、タエは落ち着け、スーゲンが殴られ、そうんだぞ。絶対に後でガに帰ったスーゲンにボコられると思うけれど知らないからな。シンが死んだことで未身体が機能停止するってのは分かっていたので驚きません。アハナ錦頼みになるのも分かっていたので、これも別段驚くに値するような話ではないと思います。むしろそれら以上に印象的だったのは、スーゲンがシンの脈と体温で身体状態をチェックして宣言の形で死亡確定判断を下したところです。この点に関しては、原先生も随分と明確に死亡判定出しちゃったなと思いました。多分、当時から脈とか体温を測るぐらいの医学的な判断基準はあったのだと思います。知らんけど、まだ明確な意味でのバイタル測定には触れないでおいて、死んだような感じで描いているだけであったら、復活に振り戻すだけの余白も十分だったと思うのですが、思った以上にシンは死んでたって感じの今回のキングダム。医学的にリアルな意味での死の判定を出しちゃったわけです。これは3週間経ってだいぶ回復したように見えますが、来週の今日は何をするにしてもめちゃめちゃ大変ですよね。また先週までダンが瀕死でヒーラー覚醒するとか予想していたのですが、ここで立ち上がった今日、抑え切ってまでが回復薬やとか言ってちぎれかけた上半身を引きずって起き上がってこられても、すでに新路線で期待値が上昇してしまった読者群にとってみればいい迷惑でしかありません。この点は合併と救済の3週間もの間でネットでも一方的に読者サイドでダンの復活ヒーラー路線の予想で盛り上がりすぎたために、神作者がダンによる新復活ネタを放棄してしまったというのもないではないかもしれません。また同時にあの世から王騎たちに切り戻されるのがベタすぎるというのも、前回のネタバレ予想で記述しましたが、ここから今日が起き上がってきたということは、例えば彼女が真の真相意識に滑り込んで引き戻すとか、そういう感じなんでしょうか。え、そんなんどうやってというと、多分ですよ、卓梁の息に象姉が落ちた時に似てるから。なんで今日自身は一度そこから戻ってきているからとか、なんとかそういった感じで、いつも見たくふわっとした説明でクローズされたりするんじゃないかな、などと私は考えてしまうわけです。まあしかし、これならこれで真と今日が好きな読者はかなりたいので、納得する読者さんも多いのではないかな、などとも予想できます。それでも今週の未身体泣くだけだったけど、いや、非身体の生え抜きはわかるよ。諏訪江水さんや角尾隊の連中も、まあ、これはあると思います。しかしながら、ガリョや竹雷の旦那、名高島までが同じく思考停止してるのは、ちょっと残念だった気がします。特段、今回はリマキを逃がすための演出という部分も理解できるのですがね。もし、別の状況で、本当に、シンが死んだら、そこは大将軍ロストのショックで16巻6鬼見たく、全員が発狂モードでリマキに襲いかけかかり、彼と一緒にいるカイネなどは速攻で服をビリビリに破かれて、二身体全員に蹂躙風霊されて惨殺される運命になったでしょう。そうなれば、高雲の謎の予知夢ってこれだったのか、ってオチにもつながるのですが、多分そんなことにはならないでしょうね。私もそんなキングダムは読みたくない。それでは、詳しく本編の考察を進めていきたいと思います。キングダムネタバレ、今日、立ち上がる。おいつ、絶望、同国。それらがひしめく中で、静かに川良、蓮が真に近寄って話しかけます。全部、終わっちゃうよ。だから起きないと。だって、まだ天下の大将軍になってないじゃん。あの、川良、蓮ダメです。すっかり真の目が真っ黒になってます。いや、彼女が悪いわけじゃないんだけれど。
余計にお別れの挨拶みたいになってしまったように感じるのは私だけでしょうか。黒日村で生きるためにいろいろ学んできたんだろう今日と多少は仲悪くなってもいいからお前が真に人工呼吸してやれよ今日歯の方すいませんなどと思ってしまいました。そこから再び泣くだけだった飛信隊一同、連載3週間の待機時間を経て今日がようやく立ち上がれるまで回復したのか。今日どけ変わりょうてん瀕死のヒーラーダンが廃案ならばやはり真を救うのは彼女しかいません。